ゆっくりしていってね。こんばんは皆さん。前回書類を手に入れてからの続きです。現在、地上に向けて爆心中。前回聞こえた通信的に、多分途中でミリオタか何かと、戦闘になるだろうけど、それすら楽しみです。ドラム缶やジオングやカービィじゃなくて、早くちゃんとした人間に会いたい。敵味方は問わないよ。あれは、ジオング?なぜこんなところに。おっと、お待ちしておりました。どうやらジオングは、こいつにやられたらしい。まあそんなことはどうでもいい。人間に会ったことですげえ和んだ。たとえ私に殺意を向けていても、関係ないよ。昔フィアーやった時も、人間の部隊と戦ってる時は、お化け的な奴が出てこなかったから、殺し合いが清涼剤だったよ。持ってるのは AK じゃないみたいだね。まあいらないか。こいつらミリオタみたいだね。なぜこんなところに。どうせろくでもない理由だろうけど。なんか当たってなくない?運が悪いのか、それとも少し遠いのか。カスタム AK 使ってみるか。あれ?なんか硬くない?ここにもジオングいるし、結構いたんだな。カサ、もう間違いない。フルオートで結構外したかもしれないけど、対向車あたりにいたミリオタとは、格が違うよ。なんだこいつら。これからこんなのを相手にしなきゃいけないの?普通にやってたら一気に弾がなくなりそうだよ。アイテムも引けてるし、ライフル弾50発くらいくれてもいいのよ。どこ行った?そっちか。ダメだこりゃ。体狙ってもらちが開かない。次からはヘッドショット狙っていかないと。通過ここ、出口じゃん。やった。ようやくこんなところともうさらばだ。脱出。入るときはちょっと怖かった入り口も、今では可愛いものです。何やら通信が聞こえるけど、私の脱出記念パーティーでも開いてくれるのかな。喜んで皆殺しにしよう。どうやらミリオタの部隊が、強襲してきたらしい。で、ここに来た時の道路が封鎖されたから、別の道を通れということか。まあいい。あとはおやっさんのところに帰るだけなんだから、北でも南でも行ってやろうじゃないか。案の定ミリオタが張っていた、蹴散らしてくれる。うお、ジャムったし、勘弁してくれ。家庭、もっと落ち着いて頭を狙わないと。またかよ、いくらなんでも運が悪すぎる。これそんなに劣化してたっけ?カスタム AK 使えなくなると、結構きつい気がする。いずれ使えなくなるとは思ってたけど、まさか今がその時なのか。あれ、いない。さっき入っていったのは見ていたんだ。隠し立てするとためにならんぞ。遠い。さすがにカスタム AK じゃ無理か。スコープ AK 使おう。期待通り頭に当たらない。というかひるみもしない。タフガイ。よし、今のは頭にクリーンヒットだったでしょう。ずっと今くらいの距離ならヘッドショットしやすいのに。というか積極的に頭狙ってたら、なんか対人してるみたいな気分になってきた。でも対人より頭狙いにくい気がする。なぜだ。この銃の精度は悪くないのに。ミリオタを全滅させて、ミニマップを頼りに進んでいったら、毒の沼地と橋が現れた。これ絶対橋の向こうにミリオタいるだろ。やはりな。でも奴一人とは思えない。
右側にまだいるんじゃないか？いた。とりあえず二人か。このまま橋の上を突っ切ってゴリ押しすることもできるけど、スマートじゃないよね。今こそスコープ AK の進化を発揮する時だよ。でも本当は、本物のスナイパーライフルを使いたかった。これも精度はいいんだけど、こう、狙撃するならヘッドショットしたいじゃない？効率以前に、ロマン的に。でもさすがにこの距離になると、スコープ AK じゃ無理だよ。さて、このように花のない戦闘がしばらく続くわけだけど、たまには加速じゃなくて、コメントで寄せられた質問に、答えていきたいと思います。まず、他のストーカー実況見てるかという質問だけど、一切見てません。強いて言うなら、1年以上前に、解説動画のパート1を、5分くらい見ただけです。やっぱりやりたいゲームは、見るより先に、やるべきだよね。同じような質問で、他のゆっくり実況見てるかというものがあったけど、そこまでがっつり見てないです。まあたしなむ程度です。次に、録画ソフトは何を使ってるかという質問だけど、あまれここです。以前はメディアエンコーダー使ってたけど、あれで FPS 録画すると、動作が重くなって、何より画質がひどくなっちゃったんだ。せめて文字が読めるくらいの画質は欲しかったから、いろいろ模索した結果これに落ち着きました。これ使いやすいよ。おすすめ。とりあえずこの辺にしておきます。本当はもっと大々的に、ご質問を募集したいんだけど、ストーカーというゲームの性質上、返答するタイミングがあまりないので、断念。でも答えられそうな質問と、機会があったらまたやるかもしれません。ちょうど敵を倒した。すげえ。なんか橋の上が放射能まみれなので、メトロンスーツ装備して突っ切る。橋を越えて少し行ったところなんだけど、丘の上になんかいる。あれ肉団子じゃない？後ろから来られても嫌なので、様子を見てみる。何かと戦ってるの？いや、こっち来なくていいから。きめえ。あれ、犬もいる。ひょっとして犬と戦ってるの？こういう生態系も作られてるのか。さすがだね。マップ移動したら、なんか景色が綺麗になった。ここがゾーンじゃなきゃ、もっとゆっくり眺めたいもんなんだけどね。ところでここってどの辺だろう。私の記憶には、こんな綺麗なところはないんだけど。おっと、おやっさんからの通信、と思ったら違う。この人は、シドロビッチ、おっさんじゃないか。なんかめちゃめちゃ懐かしいよ。ていうか今見返したら、動画の初めで南の抜け道教えてくれたのも、多分おっさんだったし。このタイミングで通信が来るってことは、始まりの集落が近いのか。ぜひ寄らせてもらうよ。すっかり暗くなっちゃったけど、ようやくたどり着いた、始まりの村。何もかもみな懐かしい。ここ来るのって、いつぐらいぶりだろう。動画的には、初ミッションクリアして以来じゃないか？あれ？誰てめえ。そこには確か、がっかり野郎の上官がいた気がするんだけど、とりあえず話を聞こう。リーダー代理？何かあったの？それはともかく、どうやらこの村が、マークスに狙われてるらしい。こんなところにも勢力を広げてきたのか。デューティー周りに帰れ。って、待ち伏せしたいから力を貸してくれと。まあこいつの言う通り、真正面から言っても無理だよね。この村って新人キャンプらしいし、マークスにかなうわけない。もちろん手伝うつもりだけど、とりあえず今は、おっさんに会いに行きたい。弾もなくなってきたし、ライフル弾なんて売ってないような気もするけど。You got the loot? いやぁ、本当に久しぶりだね。X18 で摩耗しきった精神が、
今完全に復活した。書類を見せたらお小遣いくれた。まあおっさんから受領したミッションじゃないからね。お金くれるだけいいと思わないと。品揃えは、私が旅立つ前と変わらないね。予測はしてたけど、マークスと戦うのにライフル弾持つかな。多分外で戦うんだろうけど、いざとなったらショットガン使うしかないか。とりあえず、使わないアーティファクトと、弾丸を出して、薬草を購入。ショットシェルは、まだあるからいいや。Not bad. Some pretty good. Now that's the way to go. サブクエストも変化してないね。今は受けてる暇ないけど。Well, good hunting, stalker. 今の名台詞って呼ばれてるみたいだけど、その意味がちょっとだけ分かった気がする。それじゃあ始まりの村を助けるため、クエストを受けるとするか。え、何？どうしたの？ならず者か犬でも攻めてきたの？こんなシーン、確か間違って消しちゃった動画にもあったな。テンション下がってきた。いた、何者だ？またジャミングか。今回多すぎるだろ。本格的に授業か？方、なんだこいつら。X18 付近で戦った、右を頼みに硬いぞ。少なくとも、この辺りのならず者ではありえない。もしかしてマークスの偵察部隊か？本体が来る前に、消耗させる作戦か。本体が来るかもしれないので、早くクエスト受領しよう。焚き火の周りで待ち伏せするらしい。焚き火って、もしかして今私の後ろにあるやつ？村の中におびき寄せるのか。大胆だな。とりあえずポジションは、私の前にある家の、2階あたりで大丈夫かな。10分後、来ねえ。さらに5分後、ちょっと待って、ミニマップで、この死体がマークされてる。もしかしてこいつらが標的？クエスト受ける前にやっちゃったぞ。ならなぜクエスト成功って出なかったの？っていうかなんでクエスト受けれたの？そして何よりも意味不明なのは、こいつらにマーク取られて、次の目的地を指す矢印が消えてるってことです。あれないと不便どころじゃないよ。これこそ本物のバグだろ。なので申し訳ないんだけど、やり直させてください。あの後何回かやって、死んだりなんなりしたんだけど、共通してることが一つ。それは誰一人として、リーダー代理の立てた作戦通りに動かなかったってことです。待ち伏せする気、まるでなし。大抵門番あたりがマークスに発砲して、そのままなし崩し的に戦闘になる。さすが新人というか、リーダー代理なのに、人の心をつかめてなさすぎるというか。なので今回は、最初から村の前にポジションを取り、自ら先端を開いた。そして奴らが村に近づく前に、皆殺しにしようという作戦です。頼れるのは自分一人。ようやく終わったか。なんか長かったよ。さっさと報酬もらって、デューティーに向かおう。クエストクリア。2500円と感謝の言葉をもらう。こいつはリーダーとしてはダメだが、悪い奴ではないようだね。といったところで今回は終了。次回も、ゆっくり見てね。